いや、できるよ。できるな。24時間テント生活できるで。ちょっと待って、こっち。今日は西宮ガーデンズにあるデカトロンさんにお買い物に来ました。いっぱいお買い物しちゃうぞ。ワクワク。めっちゃ可愛いやん。安っ。これ490円。安っ。これいいやん。これめっちゃいいやん。これとかかっこいいやん。でもベランダでさ、なんかあの七輪とかするとこれもいい感じやな。レジャーシートめっちゃ汚いね。もう洗って洗ってボロボロやねんやん。1個買おうかな。レジャーシートこれそうやんなって書いてるな。うん。おーでかー。広ー。これあれ夏休みこれ和田家のガレージで24時間テント生活。いやできるよ。できるな。24時間テント生活できるで。子供大きくなってキャンプ行くとどこやろ涼しいところ。長野県。長野県。いやこれにしよう。これにしよう。これこれ。一番はしゃいでるやん。縄跳びやれるんですか。おすごい。いけてるいけてる。いいやいいや。これいいや縄跳び買うか。右側がこちらヨガコーナーで、左側がこちらエクササイズコーナーになってまして、どっちをしたいかによってちょっと使い分けるんです。違うんですか。違います。はい、ヨガに関してはこういう風にやっぱり片足でバランス取ったりとかするんで、ここに真ん中に中心線がついてます。なのでこの中心線があることによって自分の重心がどこにあるかっていうのを確かめながらヨガに取り組めるっていうような。なるほどね。はい、全然違う。全然違う。全然違う。伝わるかなこれ。別にこれだからヨガしたらダメってことはないんですけど、そうですね、用途に合わせて選んでいただく方が、はい、知らなんだ。めちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あとはこうサイズが違うんです。サイズが違います。はい、あっちにある。あっちょっとね、あっちこれこれこれ。あっいいやん。これサイズあるんかな。ないか。これめっちゃ可愛いけど、ラッシュガードなので、はいはい、日焼け防止。はい、サイズがもう小春サイズはないかな。小春にはちっちゃいんかな。これめちゃくちゃ可愛い。何歳ですか。今8歳。8歳。あ、いける。可愛いやこれ。どう。だからこっちがいい。あ、もう小3にもなると趣味が。サイズいいやん。これ寒い。あ、違う。小1も趣味が。え、これ何。でお兄さんに聞いてみたら、これがですね、デカトロンが世界で初めて開発した鼻と口から呼吸ができるシュノーケリングマスクになってます。何それ。何で、このまま潜ったら息はできるけど、あ、この上から息ができてるってこと。そうです。はい、これが中がドライトップっていう仕組みになってるんですけど、はい、波が来てもこのフロートが動くので水の侵入っていうのを防いでます。なんで顔、ここは濡れずに呼吸ができる。すごっ。最初が6歳からなんで、あ、ちょうどいいよね。今年の夏これ行ってみる。うん、いいよ。なんてなんて。これ口と鼻で呼吸できるの。口と鼻で呼吸できるんですか。できます、はい。できるって。あ、そうな。助人がわざと両方つかないようになってるんで、アンバランスなので上達に近づけるように早く近づけるように、わざと両方つかないようになってます。バランスのために片方ずつ作られてます。なのでこんな感じでガタガタになってます。これはもうわざとこういう仕様です。こんな可愛い柄やのに、えらい厳しいですね。帰ってきました。買いすぎ、買いすぎ、ついついカゴに入れちゃった。というわけで今回は
デカトロンさんでお買い物してきました、はい、皆さんデカトロンって知ってますか？フランスに本社があるなんかスポーツ用品店、ブランドメーカーのお店らしい。それが西宮ガーデンズにあります。もうほんまにいっぱいあるから、ちょっとママ、はい、小畑家が買ってきた、はい、これらを、はい、ちょっと駆け足で紹介してもらおうかな、はい、OK です。お願いします。こっちから。あ、はいはい。やばい、やばい。テント。はい。子供のリュック。子供用リュック。はい。これはテントの中に敷くエアベッドみたいなマット。最初に遊ぶバスケットボールのおもちゃ。はいはい。で、パパの筋トレグッズ。はい。これはバードパパの補足やつ。ローラー。はい。で、これがレジャーシート、ついたレジャーシート。はいはい。水に潜る時の。はははは。そう、水で呼吸できるマスク。で、縄跳び。カルタイジの。はい。これも、なんかこうやつ。全部ごはるか。はい。以上です。ああ、これ。ママの体操のマットです。フィットネスマットです。ヨガマットとは違います。こんな感じでいっぱい買ってしまったんですけど、はい、おはるちゃんとたいちくんにこの中から一つだけ視聴者の皆さんにこれおすすめですよって言いたいやつちょっと選んでもらおうかな。はい、じゃあたいちくんから聞いてみようかな。もう決まった？何選ぶんやろ。あー、じゃあまず説明してください。それ何ですか？これコロコロして気持ちいい。コロコロして気持ちいいやつ。気持ちよくない、おいしい。わっ、めっちゃ気持ちいいよ。使い方合ってる？合ってる合ってる。めっちゃ気持ちいい。あのさ、ちょっと強めに押してんで。うん、強めめっちゃいい感じです。なんでタイチこれにしたの？めっちゃ気持ちいいから。え、ママ押してあげたかったん？自分にしてほしかったん？全員にする。全員に。あー、なんて優しい子なんでしょう。あ、パパにもやってくれてる。タイチくんのおすすめは家族全員に使ってあげたいマッサージするやつかな。はい、タイチくんありがとう。はい、じゃあ小春さん、小春ちゃんがおすすめしたい商品一つ選んでください。はい、買いました。はい、お願いします。正解は、正解。いつクイズが始まった？おすすめは、はい、おすすめは手、うん、とテント。バックちょっと失礼します。テント。開ける時とか閉じる時とか実際やってもらったけど、まあ簡単そう。簡単そうっていうか、パパとママとかキャンプとかそういうの苦手、素人なんだけど、その素人でも、あ、これならいけそうって思える感じ。そしてめちゃめちゃでかい。はい、でかい。もう今これ皿やからさ、今しかできないと思う。もうこの部屋でちょっと広げてみよう。ちょっと行ってみようぜ。はい、じゃあちょっと待って、まずここだけちょっと、もうちょっとちょっとずらそうずらそう。ビリビリ破いてあかんで。カチャカチャ、ここ、あ、そうや、そこカチャ。お、で、ちょっと待って、こわー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 、こめこめ、コマロにぶつけないでよ。こっちが下じゃない。あともう一個黄色い方をパチッて取らないかんじゃん。ここか。来た来た来た。ギダギダギダ。お前やばい。ちょっとわけあんたが広すぎて、こんなに大きくて広すぎてわけあんた。やばいやばいやばい。わー、無理やってる。わー、やってはない。わー、ママがいなくなった。そうだったよね。ママがね、あ、さーってない、どこに。タイチ引っ張って、タイチ引っ張って、そう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 、そう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 。でかっ。いや、見てこれ、みんな。やばっ。すげえ。え、なんか、これ見たいね。真っ暗じゃん。そう、これが、なんだっけ、フレッシュブラック。フレッシュ&ブラックっていう素材を使ってて、要はカーテンで言ったら、遮光度めっちゃええ、みたいな。そう、だから例えばビーチに行ってこう日差しがっちりこう押さえてくれると。そう、でここもほらめっちゃさ、いろいろ窓が開いてて、こっちもさちゃんと日差しがちゃんとついてるんだから。すごい。ママ、ここ
ここにこれ持ってきたら完璧やね。どこでマッサージすんねん。床にあのあれを引くんや。これもバーンってなるもん。オープン。ケーキやん、これ2つあるやろ、うん、これインとアウト、うん、イン開けたら、うん、開けたら自動的にもう空気入ってくるらしい。空気入ってきてる、うん、落としてんもん今もう落としてる。インとアウトやろ。インアウトじゃんけんぽい。なんで野球部ちょうど3つ入るって言われた。いやこれマジで快適すぎへん。やばいとお家やろ。これ寝たらこれやってくれんの？最高やな。何それ？快適すぎんな。快適すぎる。これはちょっと夏？うん、ないしは秋、うん？ちょっとアウトドア初めて見な。ちょっとあかんなこれ。やばいこれ。インドア家族がアウトドアやな。こんなええテント持ってて外行かへんとかちょっとありえへんやん。じゃあこのテント持ってどこお出かけしたいかまた考えといてね。はい、うん、お出かけ行きましょう。というわけでこの動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いします。もう眠なってるやん。眠なってるやん。ちょうど寝れるんでここで。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。また見てね。バイバイ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 。